今回は富山、石川、福井、岐阜、愛知の温泉地を10カ所紹介していきます。宇奈月温泉は富山県黒部市にある温泉地です。1923年に開湯された比較的新しい温泉地です。黒部川が流れる黒部峡谷に位置しています。北陸新幹線の黒部宇奈月温泉駅から富山地方鉄道に乗り換えていくことができます。またここから黒部峡谷鉄道のトロッコ列車で観光することができます。和倉温泉は石川県七尾市にある温泉地です。約1200年前、怪我したシラサギが温泉で癒しているのを漁師が発見したことが始まりだそうです。温泉が和倉ということから和倉という地名が付けられたそうです。七尾湾に面した場所に温泉街が広がり、日本有数の高級温泉街としても知られています。輪島温泉は石川県輪島市にある温泉地です。1997年に作られた温泉地だそうです。能登半島の北の方に位置し、日本海に面しているので朝市がおすすめです。また輪島漆芸美術館もおすすめです。山城温泉は石川県加賀市にある温泉地です。725年に行基が温泉で羽を休める八咫烏を発見したという伝説があります。また戦国時代には明智光秀が訪れたとも言われています。歴史の長い温泉なので、温泉街には古い旅館や民家もあり、雰囲気もとてもいいところですね。山中温泉は石川県加賀市にある温泉地です。先ほどの山城温泉の少し南にあります。こちらも奈良時代に行基が薬師如来の導きによって発見したという伝説があります。名前の通り山に囲まれたところで自然の豊かさを味わえます。町のシンボルとしてユニークな形をした橋があります。片山津温泉は石川県加賀市にある温泉地です。芝山形のほとりに位置しています。1653年に当時この辺りの偉い人だった前田利明という人が芝山形の水鳥の群れの様子を見て温泉を発見したそうです。温泉街の一部は湖を埋め立てて作られたそうです。ここまでの山城温泉、山中温泉、片山津温泉に淡津温泉を加えて加賀温泉郷と総称されます。あわら温泉は福井県あわら市にある温泉地です。1883年に農地の井戸から温泉が湧き出たのが始まりとされています。1956年には大火事で温泉街のほとんどが焼失してしまいましたが、懸命な復興のもと今に至ります。約1年後に敦賀までの延伸を控えた北陸新幹線の駅もあわら温泉駅に設置されるので、今後が楽しみな温泉地です。また東尋坊や永平寺などの観光の拠点となっているところでもあります。下呂温泉は岐阜県下呂市にある温泉地です。飛騨川を中心に多くの温泉旅館が並びます。今の場所の下呂温泉は1265年に飛騨川の河原に温泉が発見されたことが始まりとされています。江戸時代には林羅山が有馬温泉や草津温泉とともに天下の三名泉と記したそうです。平湯温泉は岐阜県高山市にある温泉地です。阿房峠道路の平湯インターチェンジの付近に温泉街が広がっています。戦国時代に山形正景という武将が飛騨に攻め入る最中、猿によって教えられた温泉に浸かって疲れを癒したという伝説があります。山に囲まれた場所にあり、昔は秘湯となっていたようです。今ではマイカー規制がされている乗鞍岳などへ行く観光客の乗り換えのための駐車場が整備され、その影響もあって多くの人が訪れるようになりました。
西浦温泉は、愛知県蒲郡市にある温泉地です。三河湾に突き出る西浦半島に広がる温泉地です。1953年に開かれた比較的新しい温泉地です。近年は温泉の湧き水量減少のため、近くの宮温泉からお湯を汲んできているそうです。付近には海水浴場もあり、行楽温泉となっているため、東海の熱海とも呼ばれています。いかがだったでしょうか。特に北陸の方では、新幹線延伸も控えているため、今後の観光活性化に期待したいところです。同時に北陸の海の幸を味わうのも良さそうですね。海のない岐阜でも、山の美しい景色などを味わいたいところです。ご視聴ありがとうございました。